元、カトゥーンの赤西仁さんが、昨年のクリスマスに女優、黒木メイサさんと離婚し、バツイチとなった。18日発売の週刊誌、フライデーによると、自宅で美女と密会していたと報じられている。報道によると、赤西仁さんは今月6日に東京、有明の東京ガーデンシアターでのライブ後、 芸能人御用達の高級焼肉店で打ち上げをしており、元、患者に、の西木戸亮さんもサプライズ登場していたという、VIP ルーム専用の出入り口から3時間後、赤西仁さんと西木戸亮さんは西麻布のワインバーへ行った。女性たちが続々と店に入り、深夜3時頃に女性たちが出てきた後、赤西仁さんと西木戸亮さんも出てきた。 赤西仁さんは送迎車に一人で乗り込んで、エキゾチックな美女を乗せて自宅マンションへ向かった。二人はマンションに入っていった。フライデーは関係を確認しようとしたが、回答が得られなかった。8月、赤西仁さんが西麻布で夜遊びをしている様子を、週刊女性がキャッチ。芸能人御用達の隠れ家的なバーで、女性を含む約10人で飲み会を開催。 派手な飲み方をしていたと報じられており、元暴露系 YOUTUBER、国会議員で、落語家への転身を発表した、ガーシー、こと東谷義和さんも参加していた、黒木明作さんは結婚後、家族でアメリカ、ハワイに移住し、夜遊びを控えていました。しかし、離婚後に夜遊びを再開し、 勢いを取り戻していると芸能プロダクション関係者が証言しています。現在は独身なので、遊んでも問題ありませんが、10年前には六本木で西木戸亮さん、山下智久さんと遊んでいて、一般人とトラブルになり、山下さんが書類送検される事態となりました。患者人の西木戸亮、山下智久、赤西人が起こした窃盗事件の真相判明、 被害者女性が事件の内容を暴露。ヤマピーが窃盗容疑で書類送検。過去にトラブルがあったため、今後少し心配ですが、赤西仁さんは来年に世界配信予定の小栗旬さん主演ドラマへの出演が発表され、今月にはバラエティ番組、トークイーンズにも出演するなどメディア露出が増えています。再び注目を集める中で、 ファンをがっかりさせるようなトラブルは避けてほしいです。